皆さんこんにちは、新海正樹の中島です。本日私は奈良市法蓮町にございます昔ながらの、賃貸物件平和荘という物件にやってまいりました。まずはこちらお手洗いからご紹介したいと思います。このようにですね、しっかりと水洗トイレとなっておりますので、使い勝手もいい、そんな、お手洗いとなっております。そしてキッチンスペース、このようにシンクもとても広々としておりますし、調理スペースもしっかりと確保されております。収納スペースもしっかりとございますのでご安心ください。またすぐそばの扉を開けていただくと、こちらがお風呂場となっております。毎日の疲れを癒していただくのにもぴったりですね。そしてキッチンスペースから進んでいただくと和室、このようにですね、こちらリビングスペースとしても使える和室となっております。収納スペースもしっかりとこのようにございますのでご安心ください。また奥に進んでいただきますと、寝室にもぴったりの和室となっております。収納スペースはこのように押し入れがございますので、こちらお布団や衣類などもしっかりと収納していただけます。そして最後はこのように洋室となっております。趣味のお部屋としても使っていただけるので、初めての一人暮らしにもぴったりの、そんなお部屋となっております。いかがでしたか？これだけ使い勝手のいい 3K の賃貸アパート、気になる賃貸条件などは弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の正木のスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。